今回のマックスワールドチャンネルは福岡城の天守復元についての話題をお届けします。本日お招きしているゲストをご紹介します。福岡商工会議所の副会頭で福岡城天守の復元的整備を考える懇談会座長代理を務めておられます株式会社福屋会長の川原正隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。川原さん、早速なんですけれども、はい、まちづくりに関する提言というものを昨年10月に福岡商工会議所が出されましたけれども、はいはい、その経緯と、まあ、動機についてお話しいただけますか。昨年の6月にですね、この福岡博多文化と歴史と文化を生かしたまちづくり、というこの懇談会やったんですけども、これは今福岡ものすごく勢いで伸びてます。特に天神ビッグバン、福岡コネクテッド だけどもどちらかというと経済的な、まあ、ビルを建てたりとかそういうことが多いんですけども、実は福岡博多にはもっといい歴史的文化的な遺産がっていうかおかしいんですけどあるんじゃないかと、それを生かしきってないんじゃないかと、どちらかと経済先行で言ってるだけに少しそこは考えるべきではないかなということで、会議所の中でこういう形を今からやっていこうということがスタートでございました。はい、この福岡博多の歴史文化を生かしたまちづくりに関する15の提言というふうなことで、はい、史跡等の点検と整備をという提言1からですね、ずらりと15の提言が並んでおります。でこの中で提言8にですね、はいはい、福岡城天守復元の早急な検討をというふうな提言がございまして、これ の、まあ動機について。そうですね、これ別にこれを今回 の15の提言でいきなり出したわけではなくて、これは天守の復元っていうのはもう20年も前から福岡のいろんなこういう方々から提言出てたんですね。ただそれがなかなか具体的に進まなかったと。だけども福岡の将来を考えると、これは福岡商工会議所としてもこの盛り上がりをもう一回我々の中でやっていくべきではないかなっていうことで今回これを取り上げました。はい、でそのまあ福岡城、やはり、まあ、福岡博多の歴史文化を生かしたまちづくりというふうな、その福岡と博多の歴史、まあ、これ非常に深いものがあるわけですね。でこれをちょっとですね、少し簡単に振り返ってみたいなと思うんですけれども、はい、こちらの方に、地図を用意しております。まあ、こちらの方がですね、大体1800年代の初めぐらいの福岡博多の景観を描いた地図になるんですけれども、はい、でこの中で、まあ、右手の方にありますのが博多、うん、そして、まあ、中央から左の方にありますのが福岡ということですね。はい、で、右手のこの博多、まあ、うん、こちらの方がやはり、まあ、歴史的には古いところがあるわけですよね。だから、まあ、どちらかというと、はい、博多の方はもう1000年以上からの歴史があり、うん、それから遺産もそれだけのたくさんあるわけですよ。だけど福岡の方は、黒田藩が岡山から来られて福岡っていう名前ができてまだ400数十年しか経ってないという、まあ福岡の中から見ると博多は歴史が古い、福岡はまだ新しいという、そういうような町づくりですね。それから武家のどちらかというと町と商人の町と、意外とこの中洲を間に挟んで、まあ昔からいろいろいさかいもあれば競合するっていうのもあった町でございますね。はい、そうですね、まあここのところに中洲があって、で、はい、でまあこれよりまあ北東の方が博多、博多でこちらの方のまあが福岡ということで、なかなかちょっとそうなんですよね。だからまあどちらかというと商人の町と武家の町という、そういうちょっとありましたよね。はい、だけどもこれがまた、幕府が終わって明治政府になったら、はい、これが福岡が福岡市が福岡になって、だけども博多とものすごく争って、
結局残ったのが福岡市と博多駅という両方の名前を使うようになったんですよね。だからそれだけ福岡って、まあ、博多の人たちから言うと自分のところは古いと思ってるんです。福岡の人たちは逆にそれを支えてきたのは我々だという思いがあるもんですから、まあ、両方使える方法はないかなっていうのはありますよね。その中の今回は、まあ、この天守の問題は福岡城っていう、これ52万石の黒田藩の52万石のこの城下町であって、なんとなく福岡市の人たちは意外とお城っていうよりは舞鶴公園の花見ぐらいしか考えてない、うん、だけどすごいお城があったという我々に思ってるんですよね。その中の一つは今回天守閣を作って福岡の逆にシンボルマーク、博多は昔から歴史的なあれがある、だけど福岡は今一番シンボルマーク的なものはあんまりないんですね。だからシンボルマーク的に、こういうのが天守閣はもしも復元できればとか建てればという思いがもう昔から福岡の方にありました。はい。でそのようなですね、江戸時代に入ってから、まあ、黒田家がこの地に来てから作られた福岡の地、そして福岡城なんですけれども、まあ、この福岡城の復元整備というふうなことについてはですね、はい、実は福岡市が現在進めております、うん。でこれは2014年に基本計画というのが立てられて、でそれに基づいて福岡城の整備というのが進められているんですね、はい。でこれをちょっとご覧いただきたいんですけれども、うん、福岡城の整備についてはですね、うん、まあ大体2014年の計画から、うん、大体28年までの15年間を想定して、うん、でそして、こういうふうなですね、はい、塩見櫓、ここにございますね、はい、でこれが今現在復元作業中ですね、はい、でそれから、まあ、その他の石垣の整備、はい、でそれからその他の整備の対象としては太鼓櫓、本丸、裏御門、うん、それから武具櫓とかですね、うん、本丸の方にもこういうふうに整備の対象、復元の対象、うん、でそれから、まあ、お堀のこちらの方の周囲をぐるっと囲むところにも塩見櫓とか復元の対象があるんですけれども、うん、はい、ここで、まあ、天守というものが復元の対象になっていないというふうなことなんですね、うん、はいはい。でこれがその時の2014年の基本計画の福岡市の判断なんですけれども、こちらが復元の可能性が高いもの、はい、でこれらは要するに資料がたくさん揃っていて、うん、で復元ができるよと、はい、ところがこちらの方の天守については、うん、復元が極めて困難というふうにこれ判断されているんですね、うん、はいはい。まあ、要するに復元をするための資料が足りなかった、はい、ということなんですけれども、はいはい、でその一つの資料の一つとしてですね、うん、まあ正保3年1646年に書かれたという正保福伯草図というものがあります。でこれは福岡を景観を写した絵としては、まあ、一番古いものというふうに言われていると思うんですけれども、でこの中で本丸二の丸の部分をですね拡大しますと、まあ、このようにですね櫓等については非常に細かく描かれているんですが、ここに天守台があります。でここには何も書かれていないということで、どうやらこの正保3年の1646年までにはもう天守はなかったんじゃないのかなというふうな話になっております、うん。でまあこれらも含めまして、福岡城の天守が、まあ、どんな形であったか、存在していたとすればですね、そのような資料が不足しているということで2014年の段階では復元不可能というふうなことでした。でこのような判断に至った経緯としてはですね、これは文化庁の基準というふうなものがあります。で復元というものは、まあ、文化庁の方で定義されていまして、まず福岡城が1957年に国の史跡として指定されました。で国の史跡は整備を行う場合に国の許可が必要となります。でそれを復元する、歴史的な建造物をですね復元するといった場合には、歴史的建造物に関する詳細な資料から実際に存在していた時の当時の規模、構造、形式などを忠実に再現する必要があるという非常に厳しい基準なんですね。
でそのような中で資料が不足している福岡城天守については復元ができないという、まあ、2014年の判断になったわけなんです、うん、ところが、2020年になりましてですね、あの文化庁が新しい、うん、あの基準というふうなものを設けます、ね、はい、復元的整備というふうな基準ですね。でこの復元的整備というのはどういうふうなものかといいますと、今失われて存在しない歴史的建造物についてどのような建物であったかを示す十分な根拠がない場合であっても、さまざまな資料を多角的に検証して再現することを認めると、まあ、あの史跡の利活用という観点から復元よりも柔軟な基準というふうなものをですね、こちらの方で設けられているわけですね。で、福岡城の天守については実はひょっとしたら存在していたかもしれないというふうな、あのいろんな、資料もございまして、でそれらをもとにしてこの復元的整備を含めた形でですね、うん、あの何か再現ができるんじゃないかと、そういうふうなことで、はい、福岡商工会議所さん、はい、あの始められたということですね、はい、そうですね、はいはい、で福岡城の天守が実在していたということを示す資料についてちょっとここでいくつかご紹介したいと思います、はいはい、一つは慶長7年と推定されております1602年ですね、慶長6年が福岡城の築城開始ですので、うん、その翌年ということになります、水上黒岳門城にあります黒田長政が家老の黒田三左衛門に宛てた書状で、天守をこの月中に柱立てつかまつるべく候間その通り大工奉行どもへ固く申し聞かすべく候ということで、まあ、訳しますと、うん、天守の柱を今月中に建てなくてはならないのだから、そのように大工奉行たちへ厳しく指示するようにというふうなもので、まあ、天守を建てる工事が進めていたこと、うんうん、それから柱を建てるところまで進行していたことがこの記述からわかります、はい、他にはですね、これは山口県の萩市を昔治めていた毛利家の萩藩が所蔵している九州所蔵図、所蔵図というふうな資料でして、でこの絵はですね、ここのところに、四層櫓っていうものが書かれてるんですね。でどうもこれが天守のように見えると。でこの資料は慶長16年の頃のものだというふうなことです。でここからも天守のようなものがあったんじゃないかということがわかるということですね。でそれから、これは元和6年、1620年にお隣の豊前小倉藩の細川忠俊が父忠興に宛てた2通の書状というものがあります。でこれ現代語訳をちょっと紹介するんですけども、はい、まあ、江戸の庶民たちが長政が居城を大方壊してから江戸に来たと噂していて、いずれ天守なども壊すに違いないとも噂していると、要するにここで天守というものがどうもあったというふうな噂になっているわけですね。でそれからもう一つの書状では、長政が秀忠に対して福岡の天守と家まで壊したこと、その理由として徳川家の時代には城などもはや不要で、もし他家に城を取られた場合は徳川家の力で取り返せるはずと考えてそのように指示したと秀忠に対して言上したそうだというふうなですね、まあ、これ長政が秀忠に対してこのように言っていたというのを、まあ、伝聞聞いたこととしてあの書状に書いてるわけですね。でこのようなことから天守が存在してたことと天守が壊されたことを伺わせます、うん、はい、まあ、ただこれらの資料についてはですね、いや実はそれでもやっぱり存在してなかったんだよという歴史家の方々でも解釈意見がいろいろ分かれていて、これで、ね、100% 存在していたかどうかというのは分からないんですけれども、うん、まあ、それらは専門家の方々の、これからの研究とかですね、うん、そういうふうなことをお任せするとして、やはり福岡商工会議所さんはまちづくりの観点からそれを、はい、積極的に提案していきたいということですね、はいはいはい、そういうことですね、はいはい、まあ、やっぱし、あったっていう人とやっぱなかったっていう人が両方おられますのでね、はい、だからそれをこそ強引にこうだっていうあれはないんですよ。だけどこういう形で福岡はこういう形だったんじゃないかっていう議論をすることによって、
福岡の町づくりの一つの役に立てるんじゃないかなっていうことはありますね、うん、はい、ですね、ひょっとしたらだから建てれるかもしれない、はい、だけどやっぱりそれは建てれないかもしれない、うん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 、だけど我々は福岡の人たちがここにシンボルマークとしてこういうのがあったんではないかなっていう思いがもしも出た場合は、はい、これはみんなで盛り上げてでもいいんじゃないかなという、うんうんうん、と思ってるんですね、はいはい、我々はこれ作るための、うんうん、これを作りなさいということで提言出したわけではない、うんうん、だけどもこういうのがあったんだったら議論をみんなでしながら福岡はこういうことだったんじゃないかっていうのをこれも一つの面白いこう福岡の歴史になるんじゃないかなと思ってますね。そうですね、やはりまあ、議論するだけでも皆さんがその福岡城というものにまた注目をし してくれればそれがあったとしてきたらどんな形だったのかなとか、はい、いろいろそこで面白い話、ね、盛り上がっていく持って帰ってくるしまた見に来てこれ、はい、今は残ってますからね、はいはい、石垣と、はい、一部は、はい、でそのようなことで 今後の取り組みについてちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、別に会議所の方がやろうって言われてない、ただこういう提案をすることによって福岡の方たちがひょっとして天守閣あったんじゃないかとかいやなかったっていう議論をしながら盛り上がってきて、ひょっとしてその盛り上がる中で、まあ、文化庁に対してこういう話になりますと、ということまでちょっといろいろ話を持っていきながら、ひょっとしたら、まあ、福岡市と市民のが要するに盛り上がった中で作れるかもしれないっていう我々の希望です、ね、だけど我々が作りなさいじゃない、うん、そういう盛り上がりを我々が会社の方が盛り上がりをこう応援するっていう、うん、そういうのをやりたいなっていう思いがあります。具体的にはシンポジウムとかなんかそういうふうなものを考えてもらえる、はい、今はいろいろ今、さっき話した福福本で、はい、いろんな提案が出たりしてこういうことをみんなに出したらどうだろうかとか歴史的にこういう資料が出たらどうだろうかっていうことを出してそれがある程度まとまったらシンポジウムとかそういうことをやりながら福岡の人たちにこういう両方の意見ある人の意見だけじゃなくてないという人の意見もこう戦ってもいいか面白いかなと思ってます。はい、というわけで、このようにしてですね、まあ、福岡商工会議所さんの方が福岡城の復元というふうなことについて積極的にご提案されているということで、はい、でそれとはまた別にですね現在イベントも開催されております。はい、はい、でこれがですね幻の天守閣のライトアップイベントということで、うん、これがちょうど天守台の上にですね仮設の、まあ、建造物を建ててでそこをライトでライトアップするというふうなイベントがですね、まあ、これ期間限定3月27日から5月31日まで、まあ、ちょうど桜の頃とも合う時期にですねこのように開催されます。まあ、これを見てやはり当時福岡城天守閣が存在していたとすればどんなだったのかなという想像力非常に膨らみますよね。ぜひご覧いただいてですねまた福岡城の天守閣の話題について皆さんもいろいろお考えになられてはいかがでしょうか。はい、はい、本日、ゲストとしてお越しいただきましたのは福岡商工会中の副会頭で福岡城天守の復元的整備を考える懇談会座長代理を務めておられます株式会社福屋会長の川原正孝さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくまたお願いいたします。